こんにちは、ペカちゃんです。パワプロ2017やっていきたいと思います。以前に動画で使用した運動神経悪い芸人チーム、アメトークの企画を再現したチームで、当然能力はオール G の全赤徳の最弱。ペナントで回したら144敗を決しました。今回はその運動神経悪い芸人チーム同士で対戦させてみたら、ひどすぎて地獄になるのではということで見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今回は観戦試合でやっていきます。このように運動神経悪い芸人同士で対戦させていきます。グラフがやべえ。両チームのメンバーはこんな感じになっております。一応全ての選手が見れるようなオーダーにしてみました。この試合のルールの方ですが、イニングは3イニングで、延長戦はタイブレーク、10点差がついた時点でコールドとします。それでは試合開始。ということで試合開始。両チームのホームグラウンドである河川敷球場で今回は試合を行っていきます。まずマウンドに上がったのは陶芸家こと笑い飯西田。先頭バッターはナイツ花輪。この初球ストライクを取るといきなり三振。しかし続く2番サバンナ高橋はライト前へヒットを放ちます。3番ヒザシンことフルポン村上もインコース引っ張ったヒットを放ち、ワンアウト二塁一塁のチャンスを作ります。ここで4番フット後藤、しかし見逃し三振。その後ツーアウト満塁となってロンブー淳、空振り三振。笑い飯西田、なんと初回を無失点に切り抜けます。1回の裏マウンドにはフルポン村上が上がります。先頭の千原ジュニア、その初球このフォームからのスローボール70キロ。そして3球目左中間を破るヒットで出塁します。しかし続くサバンナ高橋のこのゴロをダイブ取れない。しかしショートよいこありの素晴らしい守備でアウトにします。そしてフット後藤、レフトフライですが落球。しかし間に合ってアウト、斬新なアウトの取り方。続くは金箔歌広場、打球はライトへ、ライト取れない。その間にランナーが1人、そしてもう1人のランナーも3塁を蹴ってホームイン。そしてこの中継プレーはなんとアウト。これ素晴らしい守備。今のこの中継プレー皆さん気づきましたでしょうか。送球の際にびっくりマークが出てるので、本来の選手であればサードの頭を超える高い暴投になるはずなんですが、あまりにもこのチーム肩が弱すぎて逆に高さ完璧のストライク送球になるという奇跡が起きました。プロ顔負けの素晴らしいプレーです。回は変わって2回の表、先頭のザブングル松尾がセンター前へのヒット。ここでピッチャー交代、2番手としてよいこありのがマウンドに上がります。しかしキリン川島がこの右中間を破りヒット。ノーアウト三塁二塁のチャンスを作ります。同点のチャンスで東京03豊本、その4球目ついに守備にボロが出ました。ランナーが1人、2人かえって同点となります。さらに続くナイツ花輪、ライト前へのヒット、それを後逸、ランナーが三塁を回ってホームイン。これで逆転ですが、サバンナ高橋をピッチャーフライに抑えると、ウルポン村上、フット後藤を連続三振。なんとか4点目は許しませんでした。しかし2回の表3点を取って逆転に成功しました。続く2回裏、先頭のロンブアツシがフォアボールで出塁。続くライス田所が右中間を破るヒットでノーアウト三塁二塁のチャンスを作ります。このチャンスでお茶男椎橋が右中間を破るヒット、同点のランナー、そして逆転のランナーもホームイン、再び逆転します。
さらにサバンナ高橋がレフトフェンス直撃のヒット、タイムリーヒットで追加点5対3。さらに代打でナイツ花輪が登場。追い込まれた中での3球目左中間を破りヒット、ランナーがホームインし6対3。続く金箔歌広場、守備範囲が狭すぎて落下点にすらたどり着けず内野安打で7対3。この回一挙5得点で再逆転に成功、7対3で試合は最終回に向かいます。最終回の3回表、クローザーとしてフルポン村上がマウンドに上がります。しかし良い子ありの論文淳の連打でノーアウト2塁1塁のチャンスを作ると、チャンスで打席にはザブングル松尾が入ります。その5球目、打球はライトへ。ここでこいつランナーが1人、そしてもう1人も3塁を蹴ってホームイン。これで2点差の7対5となります。打った松尾はこのパフォーマンス。さらに東京03豊本がヒットを放ちランナーが生還。これで1点差の7対6となります。しかしナイツ花輪が打ち上げてしまってショートキャッチ、ツーアウト。果たして試合は終わってしまうのか。打席にはサバンナ高橋。おっと、ここでなんと膝芯にアクシデント発生。投球の際に肘を痛めてしまいます。膝じゃねえのかよ。そしてそのまま交代、代わりにザブングル松尾が緊急登板としてマウンドに向かいます。打席にはサバンナ高橋。その初球、この痛烈な打球はレフトへ、なんと逆転ツーランホームランとなります。後がない状況でのこのホームラン、本当に劇的すぎる一発で7対8。さらに続く代打千原ジュニアがまたもレフトへ痛烈な打球、これも入ってしまい、なんと2者連続ホームラン。ザブングル松尾の代わり花を捉えて、これで7対9。非常に大きい追加点を挙げて2点差で3回裏に向かいます。この2点のリードを守りきることができるのか。クローザーとして陶芸家笑い飯西田がマウンドに上がります。しかし先頭のライスなところ、続くお茶男子橋が連続ヒット。ここで東京03豊本がこいつ、その間にランナーは3塁へ向かいます。一打同点のチャンスで打席には女子アナ川田。その5球目、左中間を破るヒットでランナーが生還。8対9、1点差となります。さらにノーアウト3塁2塁、バッターボックスには千原ジュニアが入ります。この打席全球ご覧ください。初球は全力ストレートでストライク。次の投球投げました。2球目はスクイズを警戒し高めに外します。3球目もスクイズを警戒し2球連続ウエストボール。4球目はレフトへの大飛球となりますがファール。5球目は打ちに外れフルカウント。さあ勝負の6球目、鋭い打球がライトへ。前に落ちるヒットでランナーが1人、そして東京03豊本がもたつく間にもう1人が生還しサヨナラ勝ち。千原ジュニアのサヨナラ打で高校の運動神経悪い芸人が劇的勝利という結果に終わりました。ということで運動神経悪い芸人同士で試合させてみた結果、大荒れはするけど実力差がないためとても見応えがある面白い試合となりました。しかし3イニングだったからまだ見れたものの、これを9イニングやったらさすがに地獄なんじゃないでしょうか。ということで実際にやってみました。さすがにこれはちょっと長すぎたので試合結果だけお見せしたいと思います。果たしてどんな結果になったのか。3、2、1、じゃん。45対38、試合時間6時間、うん地獄。